前局の蟹沢といいます。よろしくお願いします。親戚さんがやりたい放題やった後に、その仕事を受け継ぐというのがなかなか大変でありまして、とりわけこの ILO ユネスコの韓国調査団をめぐっては、今本当に親戚さんのお話にあった通りで、私も調査団来た2008年は親戚さんと一緒に事務局をやって、 ILO の東京事務所とも、直接連絡を取る担当でやっていたので、親戚さんもさっきおっしゃいましたが、国際的な調査団が来て、そして彼らは真っ先に厚生労働省に、そして文部科学省に、それから日本経団連にご挨拶に行くんですよ。政労使の三大体構成であるという、彼はそれをきちっと踏まえて、そしてそれが終わってから全部でにご挨拶に行き、連合本部にご挨拶に、そこから調査活動を始めるという、そういうきちんとした対応をしていまして、そういう意味でも実はレセプションというふうに新助さんさっきおっしゃいましたけども、調査団がその国に来た時には機関銃で労働者を撃ち殺しているような国であっても政労使で歓迎会をやるというのが通例なんだというふうに ILO の東京事務所の当時の長谷川代表がおっしゃってました。で、実はもう会場も決まって準備も全部できていたんです。表参道の国連内閣もね、一室で歓迎レセプションをやるということで全部準備も、2日前になって文科省から断られたということで できなくなっちゃって、その時の長谷川代表の電話を私受けたんですけども、今まで ILO の国際調査団が世界中にいろんなところ行ったけども歓迎レセプションを開催できなかったっていうのは過去の例ではミャンマーだけで、日本は2つ目の国になりましたって言われた時に本当になんか切なかったですね。日本っていう国はやっぱり国際的にそういうレベルなんだなっていうのがものすごく切なくて、同時に今新関さんにお話しいただいたように、それからの調査団のフロントっていうのは本当にものすごくて、私たちが用意した、確かに英文には一生懸命やりました。本当にそういう意味では全労連の国際部にも原水協の国際部にも全力でサポートいただいて、もう徹夜作業で英文にして調査団に読んでいただく文献を用意したんですけど、我々が用意した文章って膨大な量があるんですよね。おそらくページ数で言ったら400ページを超えてたんだと思うんですけども、それを彼らはホテルで本当にその日の夜のうちに全部目を通して翌日のヒアリングに入ってくる、寝てないんじゃないかなって思うようなものすごい精力的な活動だったというのはものすごく印象的だったです。そういう意味では調査団も全力、私たちも全力、先ほどのジェンダーの下りで親戚さんが紹介いただいたちゃんと女性代表が出た小さな教員団体は全局でありますので、それも名誉をかけて持ち上げておきたいというのです。さて、この第4次勧告が出たことは本当に私は国際的にも大きな出来事だったというふうに思います。これはセアトのホームページでこの勧告は英文で一斉に世界中に発信されたものですから、たまたま当時南米の方で英語の国際的な会議をやっておられた時に、日本から参加された英語の先生が向こうで、日本に対してすごい勧告出ましたねって言われて、知らずにいてびっくりして慌てて読んだみたいなことも後で後日談で伺いました。文科省は客観的にはレセプションもやらないような本当に国際的にもありえないような対応したわけですけども、国内的にも政府の中ではさっき新関さん言った通りでなんてことだと言われ、そして国際的にもこの勧告によって追い詰められていったことは間違いないというふうに思います。レジュメの5ページ最後のページですけども紹介させていただいてますけども、一番上のカッコ2で文科省は、1年後のセアトの第10回会議、このセアトの正式な会議というのは3年に一度しか開かれないというそういう正式な会議なんですけども、そこでもって文科省の態度をここで表明した演説をします。その中身がそこに書いてある通りで情けない中身なんです。要するに、指導力教員制度とか教員評価制度、これは管理運営事項なんだというそういう態度をここで表明しているわけで、そういう意味では、韓国セアトからの勧告、これが日本の法体系に合っていないんだということ、そして、その勧告を尊重しないとは絶対言えないんですね、国際的に。これは政府としてはね、尊重しないとは言えないから尊重するということは言うんですけども、日本にそれは
完全に遵守するってことは日本の法律で禁止されてるんだ、その範囲内で我々は尊重はするんだという、まあ、そういう趣旨の演説だというふうに思うんですけども、これをやったわけであります。でこの、まあ、言ってみれば韓国は守りますけども日本の法律ではできないこといっぱいありますよって、まあ、演説ですから、これに対してそうだとやっぱり諦めないんですよね。で最終的にはその後もう一回、そのすぐ後2009年の12月なんですけども、第5次勧告を出してきます。この第5次勧告はさらに文科省を追い詰めました。第5次勧告の中身というのは結局ですね、今までの積み上げてきたこの到達は本当に日本の問題を解決しなきゃいけないんだという立場に背負うそのものが断ち切って、共同専門委員会としては日本政府も文部科学省と全教や日教組など、まあ、全ての教員団体を含めてそこで本当に問題を解決するような、そういった情報を積極的に提供する準備があるからもっと活用しなさいということ、そして今の日本の状態から言うと本当に教員の地位勧告そのものをきちんと日本の中に位置づけるために、 ILO とユネスコが協力するから文科省も納得する、教員団体も納得するような教員の地位勧告に関する日本における普及の、まあ言ってみれば日本語訳ですよね、これをきちんと作っていこうじゃないか。教員の地位勧告も文科省 の、 ホームページがいまだに仮訳で、しかもかなり歪んだ訳にはなっています。で私たちはこの3点目はもっとすごいですよね、各県教育委員会にきちんとこれを配布しなさいとか、まあ、こういう大学時勧告が出ています。でセアトのこの諦めない姿勢というのは私たちものすごく励まされまして、文科省に年明け、まあ、12月にこれが出ましたから年明けからぜひこの問題での協議を求めてきました。2月3日にやっと設定できたんですけども、文科省はこの時やっぱりここまでリズムで積み上げてこられると文科省もやっぱ動かざるを得なかったんだなって今思いますけども、なんかその国際担当っていうその課長係長さんがなんかものすごく無然とした顔で出てきましたけどね、だけど無然とした顔で言うんですよ、いや先月セアートの勧告は教育委員会に全部下ろしました、うちの責任で下ろしました。やっぱり勧告で追い詰められていくんですよ、そうやってやらざるを得なくなるんですよね。あの長文の勧告を今日皆さんにこの冊子でお配りしているのは、これは全教がそれこそ先ほど紹介いただきましたけど、今セアート委員である東大の勝野先生の協力を得て、もう牛久保弁護士には本当に全部何回も見てもらって、これ自力で日本語訳にしたものです、この冊子を。文科省は日本語訳に実はしてないんです、このセアート勧告は。であれも文科省で訳して下ろしたんですかって私つい最初聞いちゃったら、いや英文のままで下ろしました。それが一番正確ですから、一番正確ですから、だからそれはまあ一番正確なことは間違いないでしょうけど、あの英文を下ろされて教育委員会は読めるんですかと言ったら、いやそんなことは分かりません、いやでも第5次勧告のこの部分ね、今の両括弧3に書いてあるこの部分だけは文科省は日本語にして下ろしました、こう言いました。でそこで我々はこの冊子を全ての教育委員会に届けました、全教の日本語訳を。で全教の組織は実は全ての都道府県にあるわけではありません、ない都道府県は東京から直接郵送しました。全ての教育委員会にやっぱりこの到達点知っていただきたい、見ていただきたい、そしてこのやっぱりセアトの第4次勧告がやっぱりそれぞれの都道府県においてのやっぱり教育を作っていく土台になっていく、もう一番最初に陳石さんがおっしゃった通りなんですね、教員の地位の勧告そのものがそうなんですけども、やっぱり教育を良くするためにやっぱ必要なんだっていう、そういう構図なんです。もう一貫して教育を良くするために教員の地位を守られなきゃいけない、本当に教育を良くするためにはこういうやっぱり賃金労働条件じゃなきゃいけない、そういう切り口で作られているわけですから、それをやっぱり日本全国のものにしたい、まあ、そういう意味では文科省が英文を下ろしてくれたっていうのは決してね、訳してくれなかったことにはいろんな思いはありますけども、それ自身動いた、文科省が動いたってことは私はすごく大きいというふうに思っています。これはもうチャンスだと思って
教員の地位に関する勧告、本当にあの一緒に協議しませんかと、ね、もし文科省の仮約をあの文科省としてはあの一語も変えられない、一文も変えられないっていうんであれば、それでいいから、それでもって協議しませんかと私言いました。でそういったら文科省は、いや、こんなものは協議するまでもなく認識は我々は固まってるからいいんですって言って一切持ってきませんでしたね。それは本当に残念でした。しかし今後ともこの教員の地位に関する勧告をめぐっては協議には応じていただけますねという最後の私たちの申し出については、私たちは全局からの申し出を 今までも拒否はしてませんし、これからも拒否するつもりはありませんっていう、あの分かってるか分かんないようにしますしかしね、皆さん終わりにの時にまとめたんですけども、実はこうした私たちの戦いの中で指導力不足教員っていうのはそこに年次を追って、これ全国集計47都道府県の集計なんですけども、数字を私整理して、まあ、今日の講座があったので改めて整理したんですけども、激減してきてたんです。実はさりげなくさりげなくやっぱり変わってきてる。実は2004年にもう600人近く指導力不足教員が出た時はものすごく新聞でもね過去最高ってことで見出しを取ったんですけども、この時はもうね精神疾患でメンタルで休まれるような先生も指導力不足なんですよ。もうぐっちゃぐちゃなんです。認定の仕方がガイドラインなんか何もない、異議申し立ても何もない。そういう中で、あの新関さんがさっき報告いただいたようなね、やっぱり取り組みの中で、あの少しずつ少しずつやっぱりガイドラインが作られている。そして文科省としても精神性疾患は指導力不足とは違うんだってことをやっぱり明言せざるを得なくなっている。そういう中で学生ってやっぱり数が減っていく、そして職場復帰も増えていくっていうか、あの形が実質的には私たちは勝ち取ってきたというふうに思います。そこに数字は載せませんでしたけども、実は評価制度と教職員評価制度と賃金が今直接リンクされているのも都道府県の数でいうと12都道府県にとどめています。実は47分の12です。でこれも実は私はすごいというふうに思っているんです。35ではまだあの導入すらされていません。それはどういうことかっていうと、やっぱり評価と賃金をリンクすることが教育にとってどうなのか、そういったやっぱり交渉を粘り強くやっぱりやってるんですよね。そしてやれてるんですよね。そのすぐ下にあの生徒勧告を踏まえて変化した県教員の対応ということで、岐阜や千葉と書きましたが、千葉の青木書記長は、いや谷さん教育委員会から四次勧告届きましたって言って電話来ましてね、あの四次勧告届けてきました、びっくりしました、きちんとやっぱり教育委員会に届いてたんですねって言いました。でその後全県千葉では青木さん教育委員会行ってこれでやっぱりきちんと話しましょうってやる中で、それまで言ってみれば管理の事項ということで、この評価制度の問題、教職員評価制度の問題は交渉課題にも座らなかったのが、教育委員会の側から今後は評価制度については交渉課題という位置づけにさせていただきますという回答を得ました。大きなことだと思います。岐阜ってところは実はうちの中でもいくつかあるんですが、全く交渉できないところです。あの賃金交渉もできないところです。でそういったところで教育委員会の当局が前年から独自カットやってた、そういうタイミングだったんですけども、一方的な独自カットということで申し訳なく思ったと、この制度勧告を読んでね。でやっぱりきちんと教職員団体と話し合う、協議する。独自カットを別にやめるわけじゃないですよ、独自カットを撤回するわけではないけども、やっぱり賃金労働条件に関わって教職員組合とやっぱりこう協議をする、交渉をするっていうことをこの勧告を通して分かりましたっていう回答をいただいたと、私はものすごく大きな前進だなというふうに思っています。あの多くの都道府県できっとこれを届けて教育委員会との懇談が行われていますから、おそらく私が掴んでいないようなさまざまな話がそれぞれの都道府県の中であの動いていったんじゃないかなというふうに思います。そこに紹介しましたけど、まだまだ本当に道のりは遠いんですけども、労働基本権、協約締結権を中心とした一部回復も現在国会に法案が載っています。決してあの成立する見込みはありませんよ今。しかし総務省の今年の5月11日に出した地方公民制度改革についての素案の、これ前文の一番最初の部分を全部書きましたが、最後のところだけ見ていただきたいんですが、このような我が国の公務員の労働基本権制約に関しては従来から ILO から継続して指摘を受けてきたところである。日本政府が今日本の公務員の労働協約締結権回復に踏み出すにあたっての、それは ILO からの指摘ということを政府総務省もやっぱり一言入れざるを得ない、
そういったところにやっぱり追い詰めてきたのは私たちのこの韓の運動であったことは間違いないというふうに思っています。韓国一つで状況がひっくり返るほど変わるということではなくて、韓国とともに私たちの運動が車の両輪になって日本の状況を変えていくんだ。だからこそ国際基準の適用を私たちが諦めないことがこの日本での運動の前進、これにつながるんだという確信を最後に申し上げまして、私からの報告にさせていただきます。ありがとうございました。